f c バ番クラスのダールは、ロシア連邦を、クラスのダールにあった、サッカークラブである。1928年にディナモクラスのダールとして、創設され、数回の改名を経て、1963年に、現在のクラブ名となった。ソ連時代は、1980年から1982年までの、3シーズンを、ソビエトトップリーグで過ごした。 連邦崩壊直後の1992年にロシアのトップリーグへと組み込まれたが1シーズンで降格2004年にプレミアリーグに昇格した時にも1シーズンで降格2007年にも再びプレミアリーグに昇格しわずか1年で降格するが2008年シーズンは一部で好成績を収め1年でプレミアリーグに復帰するものの 2009年シーズンは15位に終わり、またしても一部リーグに降格してしまった。2010年シーズンは監督にルーマニア人のダンペトレスクを招聘し、一部で優勝を成し遂げ、わずか1年でプレミアリーグに復帰。2011から12シーズンはプレミアリーグ定着を目指して意欲的な補強を行い、FC スパルタクモスクワを撃破するなど躍進を遂げている。 近年はプレミアと一部を往復するエレベータークラブでありプレミアリーグ発足後5度の上る降格を経験している2011から12シーズンにプレミアリーグに復帰するとリーグ8位という好成績を残す翌2012から13シーズンは過去最高のリーグ5位で終え初の UEFA ヨーロッパリーグ出場権を獲得した3回戦で スコットランドのマザーウェル FC プレイオフでオランダのフェイノールトに勝って本大会に進出した。2012から13シーズンのプレミアリーグでホームで開催された試合の平均観客数が最も多かった。2018年5月17日に財政難のため解散した。その後サポーターを中心に新クラブが設立された。なし、ありがとうございます。